そう遠くない未来、望み通りの記憶が変えるリコール車を訪れた男。クエダさん、ご希望は確か火星だよ。我がリコール車の自慢は全てが超一流最高の旅だってことです。本物の記憶と何ら変わりはありません。あなたは腕利きの諜報員、重要任務を帯びて敵の真っ只中に潜入。未来を知りたくないか、過去を知りたいです。君は君ではない、私なのだ。あんたの人生は全部夢だったってわけ。しかしこの男の記憶には世界をひっくり返す秘密が隠されていた。俺が俺でない、俺は誰なんだ。私たち夫婦なのよ。離婚成立だ。地球から火星、自分探しの大冒険。知らない俺が目を覚ます。俺はクエードじゃない。殺すべきでした。奴は死にすぎています。クエードは生け捕りにしろ。もう一度記憶をインプットする。受け取り、びっくりするのはこれから。アーノルド・シュワルツェネッガー、ポール・バーホーベン、現実と虚構が交錯するバーチャルリアリティの世界。今度は本物だと思うか。世界が熱狂したあの SF 映画の金字塔が 4K デジタルリマスターでついに劇場公開。火星の平和は俺が守る。シュワッチ！トータルリコール 4K デジタルリマスター。